せて、みんなお疲れ様。よし、サポートを任せて、了解です。わーい。どうしましょう。グロッケンとほぼ同規模というだけあって広いわね。ずいぶんプレイヤーも来ているみたいよ。ここは非戦闘フィールドだからいいけど、一歩出たら大変そう。マップデータがあると助かるんだけどな。アーファシス、何か情報やヒントはないかい？ナビシステムに頼んでマップを出してもらいます。ただいま、ナビシステム。お母さんのところに行きたいのでマップをお願いします。それとお母さんと話をしたいから回線をつないでください。なんかエラーっぽい音も混じってるみたいだけど、レイちゃんには通じてるみたいね。ゲートの門番もこんな感じだったわ。ここからはアファシスが必須ということね。おい、ざっと調べてみたけど、どの端末も何を言ってるかわからないんだ。やっぱりレイちゃんがいないとダメみたいね。そっちは何かわかった？お母さんの様子がおかしいのです。どこか病気のような。お母さんってマザーコンピューターのことだよな。そうなのです。お母さんは早く来て、早く助けてって言っています。マップデータもくれなかったし、どこにいるかも教えてくれないのです。まあ予想はしてたけどね。自分たちで探索していくしかないか。助けてということは何か問題が起きているってこと？レイちゃん、他に何て言ってた？ですね、ナビシステムは一番早く来た子にご褒美を渡すと言ってます。それはもしかしてクエストか？しかも内容から言ってかなり大掛かりだぞ。ここって大型アップデート最後の大ダンジョンよね。マザーコンピューターに最初に到着した者に与えられるご褒美か。かなり期待できるんじゃないか。多少出遅れてはいるけれど、このメンバーなら十分挽回できるわ。マスター、とても心配です。早くお母さんに会いたいです。お母さんはきっとSBC フリューゲルの奥にいると思います。おう！最高です。
ケイトの分散をお願いできますか。行かせてもらいます。毒が入ったわよ。ケイトの分散をお願いできますか。素晴らしいです。任せてよ。弱ってるわよ。今がチャンス。弱ってるわよ。セリスカ、ありがとうございます。買いますよ。敵がいるわよ。発動。バフを入れるわ。わかります。バフを入れるわ。行くわよ。エネミーを発見。やりました。トレジャーボックスです。弱いな。今がチャンス。グレネード。セリスカ、投擲ありがとうございます。弱ってるわ。今がチャンス。ダウン。攻撃を。当てるわ。弱ってるわよ。投げます。チャンス。投げます。すごいじゃない。クレハ、ありがとうです。グレネード。少々手荒でしたかね。相手サポートを任せて。弱ってるわよ。今がチャンス。行くわよ。手荒いわ。わかりました。敵がいます。了解で使いますよ。はっ、そこで。わかりました。外出するわ。どう。準備は整いました。サポートで戦闘中さよ。行かせてもらいます。やるわね。クレハ、ありがとうございます。やりましたね。
レジスター、ありがとうございます。エネミーを発見。ヘイトが元気になったね。分かったよ。クライナさん出ますよ。クライナさん弱ってるわよ。今がチャンス。いい動きね。セレッソさん任せて。すごいじゃない。これなのです。ポイズンで弱ってるわよ。今がチャンス。素敵よ。ありがとうです。弱ってるわよ。今がチャンス。すごいじゃない。手応えありです。少々物足りませんね。使うわよ。エネミーを発見。トレジャーボックスよ。開けてみたら。使うわよ。応援してますよ。レイさん助かるわ。行くわよ。行くわよ。買いますよ。バフを入れるわ。行くわよ。サポートは任せて。使うわ。あら、行くわよ。最高です。頑張るわ。ヘイトの分散をお願いできますか。攻撃が集中しています。ヘイトの分散をお願いできますか。準備は整いました。元気になったね。狙いは定めました。攻撃が集中しています。弱ってるわよ。行きますよ。倒しました。素晴らしいです。アファックス、力に慣れてよかった。どうだ。ポイズン状態です。弱ってるわ。今がチャンス。この調子で行きましょう。毒が入ったわよ。サプレッション、チャンスです。弱ってるわよ。今がチャンス。素敵よ。セリスカさん、ありがとう。弱ってるわよ。開けてみて。サプレッション、チャンスです。素晴らしいです。アファシス、ありがとうございます。この辺りはややこしいフィールドだね。集団で行動するよりは部隊を分けて広く探索する方がいいだろうな。そうだ、ちょっと僕と探索に行こうか。データの収集は早ければ早いほどいい。こういった高難易度ダンジョンの攻略はまだ不慣れだったよね。せっかくの機会だし、僕がいろいろ教えてあげるよ。ついでに
ちょっとおしゃべりでもするかい？探索スキルも大事だけど、自分の耳や目だって十分役に立つ。音や気配には特に気をつけた方がいい。君と初めて会った時は僕も油断していたけど、音に注意していれば気づけることは多いんだ。人がやってくる音、風の音、エネミーやトラップの駆動音とかね。攻略を競っている連中なら自然と覚えているテクニックさ。システム外スキルとか呼ばれているね。戦闘スキルも大事だけど、こういう技術が生存の可能性を高めるのさ。まあ今の全部嘘なんだけど、なんてね。冗談だよ。君があんまり素直に人の提案や言うことを受け入れるから、少しは疑ったり、もらった情報は確認を取った方がいいよ。って僕が言うことでもないんだけどな。なんか君といると調子が狂うよ。ん？ストップ。転送ポートかな。トラップの可能性もあるが、君が先陣を切ってくれ。僕は転送後にこちらで何か起きないか確認してから行く。早速疑問を覚えるようになったのかい？でも少し遅かったね。行ってらっしゃい。僕も追いかけるから先で待ってて。まあこの前のじゃんけんのお返しだよ。君はきっと平凡で幸せな世界で生きているんだろうけど、これで多少